なく伊豆高原、伊豆高原です。それで道は左側です。こんにちは。現在185系特急踊り子号に乗車中。列車まもなく伊豆高原駅に到着するところです。惜しまれつつも別れる185系特急列車に乗ってきた下田踊り子号パート2の始まりです。どうぞよろしくお願いします。ここはあれかな、伊豆急行の車両基地があるのかな、もしかして。なんかそんな感じです。濃紺のカラーリングはロイヤルエクスプレス。ロイヤルエクスプレスが停車していました。赤いのはキメちゃんかな、これキメちゃんでしょう。間もなく伊東に到着しようとしているところです。間もなく伊東です。胸口は右側です。この先も気をつけてください。伊東を出ますと次は網代に停車いたします。列車伊東到着しました。ここから JR 東日本管内です。東京行きです。まもなく発車いたします。ご乗車になりましてお待ちください。この列車の自由席は10号車と9号車です。特急踊り子16号伊東駅を発車しました。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。特急踊り子16号東京行きです。前から10号車、9号車の順に一番後ろが1号車です。列車網代駅に到着です。乗っている車両は自由席ですので車内検査が回ってきました。ありがとうございます。車内検査終了しました。
作のため少々停車をいたします。ため息発車は29分です。ご乗車ありがとうございました。まもなく熱海です。忘れ物落とし物なさいませんようお気をつけください。出口左側です。はい、列車熱海駅に到着します。一旦停車しました。この後ポイントを渡って転線していくようです。一番端から一気に4番線まで転線してきましたね。これより連結作業を行います。大きく入れることがございますので私のお客様は手すりなどにお捕まりください。ここで修善寺踊り子と連結です。連結部分には多くのファンがカメラを構えているようです。ということは4番線の同じ場所にも多くのカメラマンがいるようです。ここで連結作業が行われます。一旦止まって連結。踊り子と連結をし計15両で熱海駅を発車です。バゴッと来ました。ここから東海道線内は結構なスピードで走ると思います。車内のご案内も思い出として撮っておきましょう。列車小田原駅に到着です。ここ小田原駅でも多くのファンがカメラを抱えていました。小田原を帝国通りの発車です。はい、列車大船に到着しました。お、カラス。東急踊り子16号東京行きです。自由席は9号車から12号車です。ご利用には乗車券のほかに特急券が必要です。次は横浜です。踊り子16号横浜を発車。川崎品川終点東京の順に停まります。18号系踊り子号もあと少しで終点の東京。名残惜しいですけれども残り少ない時間乗っていきたいと思います。川崎到着です。
特急踊り子16号東京行きです。ご利用には乗車券のほかに特急券が必要です。川崎駅を発車しました。列車品川駅を発車しております。ここで最後東京駅に入る前に窓を開けて入ろうという考えで現在窓を開けている最中です。入線窓を開けての入線です。窓の開け特急としての最後の本来のあるべき姿ではどうかは分かりませんけれども、とりあえず窓を開けて東京駅に入りたいと思います。現在浜松町あたりを走行中です。オルゴールが鳴り始めたので慌てて閉めます。ご乗車ありがとうございました。まもなく終点東京に到着いたします。8番線に到着いたします。出口左側です。車内にお忘れ物落とし物なさいませんようお気をつけください。いかがでしたでしょうか。修善寺踊り子と下田踊り子、この2つの踊り子号に乗ってきました。共に185系。おっと、ここに回送がいましたね。ラストランまではあと数日ありますけれども、一足早い自分的にラストランということで乗ってきました。今回の動画はここで終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、東京到着です。降りましょう。ご乗車ありがとうございました。終点の東京に到着です。はい、到着です。東京に到着しました。修善寺と頭足をしています。はい、東京駅到着しました。修善寺踊り子、下田踊り子と乗って東京までやってきました。いかがだったでしょうか。今回の動画はここで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ここまで行くんです。あと1分ほどで差し上げます。ご利用のお客様、車内でお待ちください。